わー、これ何ですのか。なんだろう、綺麗だな。甘くて大きいですのだ。何でもすぐ口に入れるんじゃない。あ、美味しいな。これ綿飴か。おじハムも食べてますのだ。あま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 あ。こら、まだそこは作ってる途中だよ。わー、びっくりしましたのだ。ごめんねーそのー。アメコさんじゃないですか。やっほー、おじハムはお久しぶり。綿飴の妖精、綿アメコです。この綿飴はアメコさんの髪の毛ですのだな。そうだよ、美味しいでしょ。いつでも綿飴作れるなんてすごいじゃないですか。ああ、でも私にはこれくらいしかできない。急にどうしましたのだ。アメコさんいろんなことできますのだ。およよおよよ。ハム、気温の変化と低気圧にやられてますのだ。それもあるかもしれないけど、バーチャルの周りのみんながすごすぎて最近自信なくなりがち。アメコさんいろんなことできて本当にすごいのに自己評価低くなりがちなんでしょうか。そしたら自信を持つ方法を編み出していきますのだ。理想とのギャップ。まず自信がなくなる一番大きな理由は理想とのギャップらしい。これをできるようになりたいのにまだ自分にはできないってやつです。そうだな。理想はどんどん膨らんじゃう。実際にできるようになるのが一番なのだが、無理に一気に改善しようとするとさらにギャップに苦しむことになってしまう。頑張ってみたけどできないって状況は苦しいです。そうだ。何かを作るときは特にそうだね。周りには自分が作りたいと思うようなものを作れる人がたくさんいる。そこでまず大きな理想に近づくための小さい目標を立てるといいらしい。小さい目標ですのだ。そっか、大きな理想を達成するのは先が長すぎてすぐできないってなっちゃうけど、小さい目標だったら達成できるもんね。達成感の積み重ねが自信につながるみたいです。できなくて辛いっていう気持ちばかりだと自信持てませんものね。達成感は気持ちいいです。見方を変えて受け入れる。弱みを良い部分として受け入れるのも効果的みたいです。ん？どういうこと？弱みは弱みじゃないですのだ。仮に自分のケチな性格が嫌だという人がいたとして、ケチと言ってしまうと悪いところになってしまうけど、節約家というと途端にいいところになる。なるほどですのだ。僕もよく食べられそうになるけど、それぐらい可愛いってことですのだな。おそうだな。自分の嫌なところも実はいい面だって思えたら自信につながりそうだね。他の例として内気な性格と言ってしまうと悪いところみたいだけど、おしとやかって捉えるといい面になりますね。うん、器用貧乏じゃなくて文字通り何でもできるって考えたらとってもいいところだ。自分のこだわりを見出す。自分の強い部分に注目するのもいいらしい。僕は可愛いところ。もちゃんは本当にその辺ポジティブだよな。強い部分か、そうだな。アメコさんいっぱいありますな。これなら負けないぞってこだわってる部分とも言えますね。うん、アメコは安心感を大切にしてるかな。挑戦はするけど無茶はしない。だから安心して見てられるって言ってもらえることも多いよ。こだわってる部分、強い部分があるとそれだけで自信がみなぎってきますな。自信が湧いてくるからこそさらにそれを伸ばせるね。自分のこだわっている部分を自覚して伸ばす。言葉にすると単純だけど意識する機会少なかったかも。受験勉強とは正反対だからかもしれませんね。え、なんで受験勉強は出てきますのだ。受験では得意な教科を90点から95点にするより苦手な教科を40点から80点にした方が効果的なんだよな。多くの人が受験を経験する中で苦手なものに注目するように慣れてしまっているのかもしれん。できないことに注目するよりこれができますって言っていこう。人と比べない。自信を持とうとした時に枷となってしまうのが人と比べてしまうことのようだ。わかる。インターネット見てたら自分よりすごい人無限に出てきますのだ。そうだよ、それで自信がしぼんじゃう。こればっかりはネット社会の弊害ですね。けどツイッター見ないわけにもいきませんのだ。そしてすごい人を見つけてへこむ繰り返し。比較してしまうのは仕方ないとして、比較の対象を他の人ではなく自分自身にするといいみたいです。自分自身？ええ、過去の自分ですね。以前と比べてこういうことができるようになったと意識すると達成感につながって気持ちの面にプラスになりますね。そういえば過去の自分と比べたらいいって前にお話ししてた気がしますのだ。できるようになったこといっぱいあるぞ。わーい。さらに行動して何かできるようになったらもっと達成感が増えるね。ええ、何より行動しているだけで十分すごいですから。生きてて偉い。もう行動してるだけでなんかわかんないけど自分すごい。え、なんかわかんないけどって？根拠のない自信が最強らしいですね。達成できてすごいだと達成できなかった時にちょっとへこんでしまいますけど、とにかく自分すごいまで思えたら自信をなくす理由がなくなりますから。つまり生きてて偉いってことだ。
それだ、みんな生きてて偉い。さらに別のアプローチとしては、自信が持てる姿勢や服装をするといいらしいです。背筋を伸ばして好きなお洋服を着たら、それだけでも凛とした気分になるね。落ち込んで姿勢がひにょってなってたら、自信持つのも難しいですものな。そもそも落ち込んでいるときはまず精神が弱ってるから、美味しいもの食べて気分転換だ。つまりわたあめ食べたら解決テストだ。やった。今回のゲストはバーチャルでマルチクリエイターをしているわたあめの妖精、わたあめ子さんですわ。お歌も 3D もできて多彩な妖精さんですわ。パーフェクトシンクで実現したつよつよ表情筋にも大注目ですわ。姿で配信していますのだ。チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いしますのだ。